はい、皆さんお疲れです。ドラゴンです。今回は、おかわり、まあドッカンバトル第3弾って感じなんですけど、おかわりの方で、やっていこうかなと思ってます。一応、ちょっと断念して、ここは、ちょっと魔法かけちゃいました。やっぱ久々のね、魔法ではあるんですけども、やっぱどうしても身勝手が欲しいんですよ。で、まあ一応2回ね、一応引いてはいるので、まあさすがにちょっと限界がありました、正直。配布石と、回ったところではね、限界がありました。なのでちょっと、魔法をかけさせていただきました。で、一応ね、もうギリギリ、もう2回プラスアルファ3回、これだけ、もうこれだけ引いたら終わりというところでね、いきます。さあ、ベジータだけ、あ、チーズ来た、よっしゃ、レディーゴー、レディーゴー、頼むぜ。もうこれがラストチャンスや。身勝手おかわり、ラストチャンス、マジラストチャンス、これ。さあ、頼む、お願いします、出てください。もう LR なんやけどね、同じ確率なんやろうけど、いやー、そっちを引いてしまうのか。いやー、今年の俺もなんかおかしいな、本当に。狙い通りいかねえ、思い通りいかねえよ。うん、仕方ねえか。まあでもあと20連あるけどね、なかなかうまくはいかねえよな。仕方ねえ。仕方ねえさ。こればっかりは何とも言えねえよ。うん。何とも言えねえ。やむを得ねえさ。うわー、きちい。マジきちい、これ。さあ、ラストボイチョ1回無料で弾けるから弾かせていただきます。まあなんかね、ドッカンバトルあるあるなんだけど、今のうち弾かないと出ねえ気がするんだよね。例えば昔ね、魔法しょっちゅうかけてた時に、突狙いしてたんだけど、なかなかね出ないわけよ。うん、これが、いや、なかなかある時間を過ぎると出なくなる。まあいわゆる丸々テーブルって言うんだけど。テーブルなんだけどね。出ないんすよ。なので今のうちに引かねえと出ねえと思うんだけども、残念、残念すぎる、これは。仕方ないね、これは。諦めます。はい。はい、キラベージはこんな感じでございますけども。はい。実はね、ある報告がございます。それはね、こちらの動画でございます。ドドン！オウ！はい、まさかの、ですね、動画外で引いたら、このキャラクターが出てくれました。で、早速ね、育てました。はい、こいつです。出ました。はい。ベジータ出てくれたんですよ。いやー、よかったです。で、ベジータの他にも、はい、再起する力じゃなくてこれです。はい、ベジット出てくれました。いや、これは嬉しいですね、本当に。いや、めちゃくちゃもうこれは嬉しいの言葉以外見つかりません。はい、なので、早速、育ててね、虹じゃねえや、必殺技レベルマックスにさせてもらいました。まあ、あのね、使ってるところのね、動画とかもね、ちょっと撮れたら、まあ、いいのかなと思ってるので、まあ、それこそね、ディフェンス、ベジットではですね、このステータスなんですけども、ベジータ、これ、ディフェンスが1万2000超えてるんですよ。めちゃくちゃ強いですね。このベジータは本当に硬いと思います。
なのでそういったところでね、ちょっと高難易度ダンジョンに久々に挑んで、ドッカンバトルの動画もね出していけたらと思ってるので、楽しみにしていてください。はい、それでは最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。引くことができたんで、はい、報告させていただきました。まあ、身勝手は引けてないんでね、ちょっと身勝手は諦めようかなと思ってます。まあ、でもね、一応ね、それこそね、極限バトル、極限 Z バトルとか、バトルロードとかをちょこちょこクリアしてね、石は集めることができたので、なんとか、無課金で、やることができてます。はい、なので、そういったところでね、はい、引けたんで、報告とさせていただきました。それでは、今回をこれで見て終わりたいと思います。ありがとうございました。失礼します。